どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。もう日本一のショートを呼んできました。ね。なんで。やっぱね、いろんなキャンプこう見るけど、やっぱ一番前は。あの守備の極意って何の？守備の極意。いやもうマジで聞いてる。極意。うん。まず一番最初に何大事にしてるの？僕は1本目だけで。1本目、もう当たったバットに当たった瞬間に集中して。当たる前が。当たる前。当たる前。重移動というか、なんか遊びの移動の。ちょっとこう。どうしようかな。なんか、まあピッチャーとバッターのあの力量もですけど、そういうのも。スイングの軌道とかも見て読みなんだ。振り始めて、あ、作るなみたいなので、ちょっと体重移動っていうか動きやすいようにはしてんの。はい。まあ、例えば遅れると思ったら、左バッターが遅れると思ったら三遊間にとこう自然と切れてる。そうですね。だからはい、どっちかの足が多分毎球左足先についてることもあれば、こっちの足ついてこっちに動いてると。逆切ることはない？まだあ、ないですね。すごいね。そう、打つ当たった瞬間っていう人は何人も聞いたことあるけど、打つ前にっていうのはある種こう読みの中でポジションを変える、あらかじめ変えとくっていう人はたくさんいたけど、はい、その瞬時に打ち合い動き始めてファッと切れる人っていうのはなかなかいないよ。でも多分普通に見たら、あの打って当たっ打ってから動いてるとは思うんですけど、うん、自分の中ではそういう感覚なの。はい。でもそれはほとんど当たってるということだよね、読みの中で。あんまり逆はいかない。そうだね、すごいね、これはもう天才の部類だ、ね、違います。いや天才というよりもなんか超人の部類だよ。で、取るときっていうのはどういうこと気をつけて？取るときはもう形どうこうよりも投げやすいように、うん、かっこいいね。いや、投げやすい形で取るっていうことは基本に忠実だということだもんね。基本のところで取ってると投げやすいもんね。そうですね。だからそれを例えば固く左足の前でとかじゃなくて、はいはい、投げやすいところで取るっていうことを心がけることにより、はい、左足の前で入ってるっていうこと。あんまり考えてないですけど。考えてるくせに、なんかこう、あのあれだろう、隠してるだろう。いい、本当に投げやすいようにだけです。本当に？はい。いや、そんなことない。でも、最初1年目の時にさ、うまいとは思ったけど、はい、今、最高にうまいじゃない。何をしたの？それまで。1年目の時ってさ、はい、意外と苦労したりだとかさ、はい、正面簡単なボールをポロッとしてみたりだとかさ、はい、間が取れなかったりとかさ、はい、いろいろあったじゃない。今ほとんどもうそういうことがなくなったじゃない。うーん、まあ、1年目はこう敵に刺されることが多かったので。それは早いから。速さもですね、うん、あとは、まあ、ランナーも足速いですし、ちょっと焦ったりとか、うんうん、それは刺されることは減りましたね。もうそれは何？もう打球、まあ、ピッチャーが、まあ 打席に入ってスピード感に慣れるように、はい、守備でもスピード感に慣れてきたということ。そうですね。なんかこう空間が作れるようになった。間が取れるようになった。はい。それは何？自然にやったわけじゃないでしょ。やっぱ工夫があったわけでしょ。なんかそうですね。教えないわこいつ。教えてくれないわ。いや、そうですね。まあでもそれが技術だもんね。なかなかこれ聞いてて、はい、うまくなる人だっているかもわからないもんね。そういう気持ちあんの？はい。あ、やっぱ職人だわ。ちょっと後でカメラが待ってないとき教えてくれない？全然。今。言える？全然。じゃあ教えてよ。じゃあ。いや僕はあれです、
そのまあ打ってワンバウンド目かまあ打球によってはまあツーバウンド目ぐらいで心に入ろうかなとかは。そんな優しく思ってないじゃん。ここに入ろうかなみたいな思ってないじゃん。ここに入るんだっていうことでしょ。はい、そうですね。でも趣味やなんかその間が作りやすい。あまあでも当たった瞬間にもう捉えてるっていうのね、うまい人はね。まあワンバウンド目でパッともうその落下点というか補給点というのを決めて大体決まるよね。そしたらあの広島とか内野に芝があったりとかさ、はい、まああのホットモットだっけ、はい、ああいうとこって嫌でしょ。嫌ですけど嫌ですね。でもいや嫌じゃないんだよね。嫌です。いやでも意外と土結構僕好きなんで。あもうね土が好きな人ってやっぱ絶対うまいわ。結構人工芝結構ツンツンくるじゃないですか。土の方がなんか柔らかい。でもイレギュラーとか怖くない？あちょっと怖いですね。まあ、イレギュラーしたらまあグラウンドが悪いみたいな、はいはい、そんな感じだよね、はい、うまい人の特徴なんだこれはね。いや俺が取れないものはグラウンドが悪いっていうせいにする。いやいやそう言われないです。 B 型でしょ。 O 型です。違うかなるほどね、はい。バッティングの方、バッティングは、うん、どうですか。でもどっちみち上位を打たなきゃいけないと思うんだけど、まあ2番の確率が高いかな。秋山があれだけ打つし、はい、バントのサインは出ないし、はい、信頼されてるし、やっぱりいろんな技術がいるでしょ。やっぱり引っ張らなきゃいけないとかそういうことはもうやっぱ考えてるでしょ。そうですね、一応考えてますけど、うん、最悪別に逆方向でもいいよって言われてるんで、そのコースなりにでいいからって言われてるんで、はい、気は楽です。絶対引っ張れてますね。でも今考えてるライバルって誰がいるの？野球を全体通してっていう、まあ、打つことも走ることも守ることも含めて、はいはい、まあ、総合的にライバルだなって思ってる人が個人的には今宮さんは意識してます。あ、そうなんだ、はい、他ですか？でも今宮はあのまあ負けることはないなと思わない？いやいやいや、そうは言えないよね。ないですよ。そう、はい、他は？足立さんの守備はすごい好きです。あ、好きなの？はい、でも自分の守備って自分がやってては、まあ、見えないもんがあるからね。でも見てたらすごいよ。やっぱ歴代のなんていうのこう優秀なショートたちにもう肩を並べたなと思う。いやいやいや、まあ、その謙虚さが何とも言えないんだけど、ね、今日髪型が決まってるね。ちょっとセットしてきたでしょ。いえ、もう帽子取ったもん。いや、嘘ばっかり。いや、本当ですよ。いや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 、それ帽子取って、あの、ぐちゃぐちゃだったら帽子かぶってきたでしょ、ちょっと。そうですね。そうだろ。ちょっと髪型こだわってるよね。いえいえ、本当そんなことないです。今日帽子取って。俺に当て付けか？ちょっと待ってください。何が？待ってくださいね。俺に当て付けだろ。違いますよ。そうやってふわーっとして、やられたよ。ね。まあ、でも今年の目標は？今年はまずチームがもう一回優勝。そうだよね、はい、でまた CS で勝ちたいですね、まず。 CS に勝つポイントって何？いやー、何なんですかね。2回出てるよね。はい、2回とも負けたよね。はい、この反省点って挙げるとすれば何だった？何なんですかね。2年前は初戦取ってもそうだよね、10対0からなんか勝って、はい、あ、これいくなと思ったらそこから連敗だもんね。だから初戦でもない。何なんですかね。何？いやでも去年はショックだったよね、はい、ソフトバンクに、はい、いいようにやられたというか。そうですね、こっちがやらなきゃいけないことを先に先手でやられたみたいな、はい。でも3回目のもう正直だよ、はい、3度目の正直、はい、今年は行くぞと。そうですね、まあ、本当に期待してますよ。はい、ね、大舞台は好きでしょ。まず緊張しなさそうだよね。いや緊張するときはします。全然そういう顔してない。
あんまり見せたくないです。見れない。表情が。うん、はい、なんか楽しんでるというか、いつも楽しいですね。なんかワクワクしてるというか、はい、それが伝わってきますよ、はい、ね。今年のバッティングの成績は。バッティングですか。いやー、何ですかね。出塁率を頑張りたいです。いや、いいよ。出塁率でもいいよ。打率とかよりは出塁率。出塁率は4割3割5ですね。3割5じゃ少ないだろう。3割8分はいかない。1分なんぼ。3割3分3厘3割5分3年目はどうですか。ああ、3割5分。去年は3割3分3厘だったんですよ。本当出塁率が、うん、3割5分でなかったらこのジャージをプレゼントしますから。はい、本当ね。はい、はい、で、守備守備はエラーいくつまで。6 あ、もう6だったら、ショートだったら6だったら5だったら、ね、9ですね。なんでそれ、なんで増えたの。一桁の。あ、一桁ね、はい、じゃあ一桁ね。できれば6で、はい、じゃあできなかったら靴で、あと何が目標とするの。でも、まあ、出塁率が上がれば、うん、必然的に盗塁も増えるのかなと思ってるので、うん、盗塁は去年いくつだっけ。去年34です、ね、あ、40個かな。いけたら嬉しいですね。で、40走ったら優勝に近いと思う。はい、で、山川が50本って、はい、打点を取ったら優勝だよね。そうですね。出塁率上げといて、はい、で、打点を取らしてっていう。じゃあ山川が打点を取れなかったら、ふんどし姿で YouTube に出ると。マジでやばい。じゃあ髪型だ。坊主にすると。いや、本当に坊主はきついです。あ、坊主はきつい。はい、なるほど。頑張ってください。頑張ります。なんかファンの人に何かありますか。そうですね。結婚相手募集。うん。まあ、野球頑張ります。野球頑張る。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。